ワスカラン国立公園は、ペルー中央部アンカ主県のアンデス山脈ブランカ山系に設定されている国立公園である。首都リマから北におよそ4 0 0キロメートル上の標高を3000から6 0 0 0メートルに位置し、世界で最も高い国立公園でもある。広さは四国のほぼ半分に相当する大きさで、ユネスコの世界遺産に登録されていると同時に、生物圏保護区にもなっている。 定位ド地域にある関節の山としては、世界最高峰のワスカラン三南峰があり、これが公園の名前にもなっている。この公園は独特の植物プヤライモンディの生育地で、ありビクーニャ、ジャガー、クーガー、ギャマ、クアナコ、アメリカヌマジカ、ペルーマダラオハチドリなどが生息しているほか、熱帯ハジロなどのアヒルの仲間も多く生息している。ワスカラン国立公園は、 標高2000メートル級から6000メートル級の山々がそびえている。公園の名の由来にもなったワスカラン山南方はペルー最高峰で、アルパマヨやピスコといった近隣の山頂を凌駕している。面積3000平方キロメートルの公園内には、663の氷河や296の湖のほか、サンタ川、パティビルカ川、 マラニョン川という三大河川の支流が41もある。アンデス山脈のほとんどがかつて海の底であったことを物語る場所が公園内にあり、標高4800メートル以上のみでアンモナイトの化石などが見つかっている。公園の気候は1年を通じて2つの段階に分かれている。その要因の一つはアマゾン盆地から吹く暖かく湿った風で、 これが12月から3月の間にタウをもたらす。逆に3月から10月には寒気となり、晴れた日中が摂氏25度に達する一方、夜には氷点下になりうるほどに寒くなる。これは標高が高くなればさらに寒くなる。公園の生物多様性は見事である。センチュリープラント、シエテサビオ、リマリマ、グラナディージャなど779種以上の高地。 アンデスの植物が生育し、確認されているだけでも、コンドル、ヤマガモ、ミツユビシニナチョウ、マゼランガン、ゴイサギ、アンデスツメバゲリなどをはじめとする112種の鳥類が生息している。哺乳類は10種以上が確認されているが、その中でには、コロコロ、アンデスネコ、メガネグマ、ペルーゲマルジカ、ビクーニャなどのような絶滅危惧種も含まれている。地域には、 プヤライモンデが生えているこの植物は主にアンカッシュ県の3つの場所の広々とした森林で生育している。その3カ所とは、カタク地域のインヘニオ峡谷カハマルキジャ地域のプーナズ、カタク地域のケシケ峡谷である。国立公園の指定は1975年のことで、あるが、ペルー政府は一体の植物省、動物省、地形、高古遺跡、 ブランカ山系の眺望などを保護し、なおかつその地域での自然や文化財の科学的調査を促進することを目的としていた。公園の入り口は6カ所に限定され、それぞれ動植物を取らない、焚き木を燃やさない、ゴミを捨てないなど最低限の注意事項を守るよう告知され、入園者は使用料を徴収される。一方で、して前から遊牧民がすでに住んでおり、彼らは アルパカや羊などの様々な家畜も放牧し、現在も続いている。しかし、家畜は公園内の草を食い荒らすため、公園レンジャーが見回って、住民の生活に影響を及ぼさない程度に規制を調整している。遊牧民は、寒気の5月から10月まで公園内で生活することを許され、煮滝には滝木を使えず乾燥した牛の糞で、対応している。また、 地元の住民には古くから薬草を使用してきたことから禁止されていても採取するので薬草の絶滅が危惧されている。公園内に薬草実験栽培所を設け採取から栽培への切り替えも試み貴重な資源を守ろうとしている。1985年にはユネスコの世界遺産リストに登録された。観光業は推進されており、 登録範囲内に暮らす人々などの収入源になっている。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。観光案内所は、アンカシュ県の県庁所在地ワラスにある。登山のほかエコツーリズム、乗馬、スキー、キリイッシュで作られた遺跡である、ジャビンデワンタルのガイド付き見学などが人気である。 観光客の大半はヨーロッパやアメリカからで年間およそ1万2000人が訪れる。トレッキングは200円、登山は2300円で体験できる。ありがとうございます。